美穂松子は日本の女優である。出生名、矢部の勝子。結婚後本名、森本勝子。1933年以降は芸名を美穂厚美と改名する。1894年9月8日、東京府東京市に生まれる。舞台女優以前の経歴は伝えられていないが、1917年に発行された女優総まくりには吉町で芸者をしていたが、 やがて絵画モデルに転向洋画家の小木原一洋と婚姻になった胸の記述がなされている。確かに小木原とは信仰があり、黒田清照の日記にも小木原と共に二度登場するが、いずれも1912年7月19日、同年11月28日と、美穂が女優になってからの時期である。満17歳となった1911年11月に、 有楽座が、銅座付属の女優養成所を開設したが、これに入所し、第一期生となる。翌1912年10月11日、第一回有楽座付女優劇が行われ、ライナーマリアリルケ作、森尾外役の儀曲、過剰左半、山崎志功作の儀曲、島の女、岩屋さざらみ作の、序文史、栗島さごろも作の、古町上演、一条塩字、東花江。 その、花子、岩間桜子、香村春江、栗島澄子、桂木文子らと共に出演し、万18歳で進撃の舞台女優としてデビューする。同劇団は、華やかな女優劇を繰り広げた。1913年には、同劇団が解散した後は、新派に転向し、村田正を井上正を川上貞子ら、それぞれが主催する、各一座を転々とした。 この時期、1915年には天然食活動写真が制作した柴田善太郎、鈴木歌子主演によるサイレント映画、嵐または春霞や中野信近一派が出演した若葉影に出演した記録が残っている。1923年3月20日に公開された小野が罪では横山運平を相手役に主演している。同作は、 前年から女優を導入するために、日活向島撮影所に設置された、同撮影所、第三部の制作によるものであったが、同撮影所は、同年9月1日に起きた、関東大震災によって壊滅し、全機能を、日活関西撮影所に転、三ほも京都に移った。すでに満32歳になった1926年、牧野正像の牧野プロダクション5室撮影所に入社。 よ九1927年2月25日に公開された同社と提携する過去残務の過去プロダクション制作、同社配給のなさぬ中に出演した。同作を映画デビュー作とする資料も存在するが、それ以前の出演歴は上記の通りである。時期は不明であるが、同社の俳優で同い年の森本千一と結婚しており、1928年に発行された。 日本映画俳優名館昭和4年版にはその胸の記述がなされている。1929年7月25日には、牧野正造が亡くなり、同年9月に牧野正広を核とした新体制が発表になると、美穂は牧野智子、松浦月江、岡島松也子、大林梅子、幾野初子、桜木梅子、川上くん、坂江、泉清子、津賀静子、 北岡芳恵住江達子、別エラとにに俳優優部女優に名を連ねたその後、身体成果の巻のプロダクションは、財政が悪化し、1930年12月、賃金未払いが発生して、ストライキが起き、翌1931年1月、制作が再開されたが、美穂は、同社の解散時まで所属し、 同年3月13日に公開された昭和人情話が記録に残る同社での最後の出演作となった。同年、帝国キネマ演芸に移籍、美穂厚みと改名したが、同社は1931年8月28日に新興キネマに改組され、美穂は継続的に新会社に入社した。新興キネマは設立以来、渦正の撮影所で時代劇。 現代劇を共に制作していたが、1935年に現代劇を新設の東京撮影所に切り離したため、渦正の撮影所を京都撮影所とし、美穂は京都撮影所で脇役俳優を続けた。1942年1月10日に、同社は日活の制作部門等と合併して大英となるが、美穂は同社の消滅まで在籍し、 記録に残る同社での最後の出演作は、1941年8月7日に公開された、花丸ことリマルであった。その後、美穂は東方に移籍し、1943年12月29日に公開された、同曲、中心蔵に出演した記録が残っており、1944年12月時点の、同社の俳優専属者リストにもその名が見られる。 第二次世界大戦終結後も、満52歳の時の1947年1月21日に公開された、吉本映画プロダクション制作の縁は良いなものに、茶店の老婆役で出演したが、同作以降の出演記録が見当たらない。その後の消息も不明である。没年不詳。ケイトリと天明化砲弾の公開を予告する当時のチラシ。右側の天明化砲弾に、 美穂松子の名が確認できる。仇内鏡山公開時のチラシ、美穂松子の名が確認できる。図柄は、牧野智子。クレジットはすべて、出演である。公開日の右側には役名、及び、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの、現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、 特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。特筆以外の制作は、天活東京撮影所、配給は、天然食活動写真、すべて、三穂松子名義、すべてサイレント映画である。制作は、日活向島撮影所、第三部、配給は、日活、すべて、三穂松子名義、 すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、牧野プロダクションご出撮映書。配給は、牧野プロダクション。すべて、美穂松子名義。すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作。配給は、新興キネマ。すべて、美穂厚み名義。すべてサイレント映画である。国を守る者日連公開時のチラシ。特筆以外すべて制作は、新興キネマ。 京都撮影所、配給は、新興キネマ、すべて、美穂厚み名義、特筆以外すべてトーキーである。すべて制作、配給は、東宝、美穂厚み名義、トーキーである。ありがとうございます。